それでは今日現在の順位表を確認してみましょう。広島との3連戦を勝ち越したヤクルト、そして中日が首位、横浜は3勝3敗の4位、本命巨人は借金3で5位、根本さん阪神が最下位ですよ。そしてプロ野球ニュース解説者15人のセ・リーグ優勝予想をご覧ください。巨人優勝を挙げた9人の代表別所さんの発言が意味深です。それのセンターリーグはね、本当に大接戦ですよ。まあそうですね、それは巨人独走は絶対ないですね、それはもう僕は認めます、まあ、僕は阪神よりは強いですよ、それは。だけどもさあ、予測がつかない今年のセ・リーグ、一体どこが強くて勝ち残るのか、本当にわからなくなった今後の展開、さまざまな異変が起こる中、豊田さん、そして江本さんはどうお考えですか。はい、ということで今日はまあ別にお二人を追い詰めようというわけじゃないんですが、まず豊田さんから伺いましょうか、豊田さん、ちょっと豊田さんの豊田予想の、これですね、フリップを見せていただけますでしょうか。こうやりますと巨人がちょっとかなり違いますね、まあ、現在の順位との比較ですが、それからヤクルトがまた大幅に違いますが、それ以外は中日、広島あるいは阪神、まあ、横浜あたりはなかなかいいところを行っているという感じですが、まあ、巨人がここにいるということがね、まあ、現実としてあるのは、これは僕はあの野球のためには非常にいいと思うんですね。プロ野球のためには、これで僕が予想した通りいるとですね、もう独走体制で、これは面白くなくなるんですよ。だから僕が長嶋監督に会うたびに、最初は少しゆっくり行ってくれと、頼んであるから。あ、これしかし、そんなこと言ってたらゆっくり行ったままじゃないですか。去年だってバーッと飛ばしたからあれ最後変えたんでしょ。まあ去年はね、大丈夫ですか。いや大丈夫です。あのマックがですね、大体7月から打ちますから。今打たないのはもうあれ監督命令だ。そうしますと計画的なスタート、スロースタートであると、まあそういうふうに思うんですよね。だからこういうことはしかしあるんですね。だけどびっくりしましたよ。こうは言いながらもね、来週はもう悔しくてしょうがないです。江本さんちょっと、あの出していただきます。江本予想、はい、お願いします。それ誰が逆にこれ逆から見ろってことですか。いや、逆から見ていただいたらちょうどいいと思います。逆から見ると当たってますよね。ぴったり当たってる。ちょっと待って、見づらいですか。なるほど、阪神が今、あ、本当ですね、結構こう逆に持っていくと、ね、逆に持っていくとちょうどいいっていうかね、まあ僕はね、これ阪神とか、まあ、巨人中よりもですね、野球の解説者として本当に野球を見た場合に、ヤクルトっていう力をどう見るかっていう判断がね、今年は非常に大事なんですよ。だから私はこれ見てください、3位にしてるわけでしょ、唯一 A クラスに、ね、別に野村さんの奥さんが怖いわけじゃないんですよ、やっぱり力はあるなと、見てね、まあちょうどいい結果じゃないですか。皆さんやっぱり、はい、野村さん怖いからね、やっぱごますって、ね、いやいや、なんか結構言われるんで、わかりました。実はですね、ここにですね、まあ95年の、世界に異変が起きる、ちょっと物騒なタイトルで申し訳ございませんが、まあこういった大きな参考目も挙げているんですが、それでは今日のテーマはあのですね、セ・リーグ開幕から10日間、6球団に何が起きたのか、チーム別にその異変をまとめてみました。ご覧ください。セ・リーグに早くも異変発生、開幕前の予想をことごとく外していく、一体何が起きたのか、各チームを総チェック。セ・リーグで一番プラス方向の異変を見せたのがヤクルト。広沢ハムエルのあらば、オマリーが3割5分6ホーマーと1人でバカらっている。古田も2試合連続のホームラン。弱いと言われた投手陣も2メートルの大男プロス、期待の差は山部と行動を見せた。ヤクルトの異変度はズバリ 90%。 実力通り順調な滑り出しは中日、調子の出ないホールの分はカウベルが大割5分8厘と大活躍。チーム打率2割5分はセ・リーグナンバーワン。看板の投手陣もまずまずで、中日の異変度は 0%。 プラス方向に異変を示すもう一チームが広島。先発不足でフワッとされた投手陣は防御率 2.63 でセ・リーグナンバーワン。エース佐藤か、ルーキー山内、そして年俸480万円の新戦力チェコが快投を見せる。打撃陣も前田江藤が引っ張り、広島異変度 60%。昨年同様、ジャイアンツをいじめるベイスターズ森田が、佐々木が、このダブルストッパーがジャイアンツの異変をさらに大きくしたことを忘れてはいけない。チームを5割をキープし、まずまず異変
セット。6球団で最もマイナスの異変を示したのがジャイアンツ。5点打線のはずが1試合平均6安打。チーム打率も2割1分で第5位。ハウエルの怪我も大誤差。最強と言われた甲子園も斎藤桑田がノックアウト。おまけに勝利の方程式に不安が残る。これだけ異変が起これば低迷も無理はない。異変度 100%。 開幕からいきなりの5連敗。オープン戦トーナメントの好調ぶりはどこへやら。しかし阪神に起こった異変はこれ。宿敵巨人を相手に2連勝。新助っ人クールもミスタータイガースに成長するか信条。主力が打ち始めれば阪神これからだ。ただいま異変度4